ひでこ、お前ら次は悪者いじめしたら承知でいかんな。ねえ、ちょこっとだけ顔見してくれた。ひでこ、はーい。行儀がね、ひでこ。あ、ひでこ。すごいのね、そのギャップがね。ギャップがね、うん、これをいいという人もね、いるからでもね。どうしたの、うん、親父おふくろ。なんかすごい怒鳴り散らしてたけど。なんかあったの？怖いね、この子は。全然覚えてないよね。怖い。怖いの君だよ。テストが返ってきてるだろ。それをちょっとお父さんとお母さん見せてくれよ。あって恥ずかしいかな、見せたくないな。まあ、気持ちはね、分かるんだけど、いいから早くテストを見せてごらんなさいよ。テストいいから見せたくね、つってんのよ、この学校やで。あら、あら、おいおいおい、全問正解じゃないか。ねえ、うん、でも全問正解だよ。え、キレコ、往生際が悪いわよ。全部見せてごらんなさい。あら、あれ50点だって50点満点だもん。キレコ、ちょっと裏面も見せてごらんなさい。キレコ、え、ふざけんなって書いてます。答える時間なくて、うんうん、ふざけんなって書いたんだ。こんなの騙し打ちじゃないか。次頑張ろう、キレコ。勉強はできるんだからね。うん、うん、頑張る、はい、頑張ろう。バイバイ。バイバイ、はい、バイバイっていうか、まあ同じ家なんだけど、ね、はい、ね、勉強はできる子なのよね、あの子はね。そうだね、やればできる子だからね、うん、あの子は、うん、弱い者いじめやるっつってんの。